彼はまだ一口ルマンドを知らない。チョコ？と思いきや。チョコ？のち。ゾクゾク！驚いた？これこそが。一口ルマンド。知ってしまったね。はい、行こう。よーい、アクション。これこそが一口ルマンドです。カップ。はい、カット。ゾクゾク。カップ。キャッチボール大丈夫そうですよね。はい、はい、自由に飛んでいけ、このボールのように。キャッチ。ああ、それそれそれですね。それ。アクション。贅沢ルマンド、エチオピアのか。じゃあ、アクション。ブルボン、贅沢ルマンド、エチオピアのか。シンカスタンス。はい、ちょっと。おー。ちょっと大事だけど、まず見て。私は柔らかい表情が。で、ちょっと見て。はーい。うん、バッチです。そう。はーい。はーい。はい、おいっ子は見かけよりも繊細だ。それはまるでチョコに見えて中身はクレープ生地の一口ルマンドのようだ。なんか難しかったです。今までと勝手の違うマスター、新たなって言っていいのか分かんないですけど、別の顔が見れた気がして、探り探りやってましたね、うん、でちゃんと見てる人の記憶に残るを買ってみようって思ってもらえるようなものになればいいなと思って、うまく投げようとも思ってなかったんで何も考えてなかったですけど、100点でじゃあ嫉妬はなかったんで100点で。頭の中もお腹の中もルマンドでいっぱいです。僕の甥っ子らしさと智也さんのおじらしさっていうのが本当にすごくいいと思うのでそこに注目して見てほしいですね、はい、10年前に野球やってまして、久しぶりに投げたんですけど、なんかちょっと感覚が蘇ってきて懐かしい感覚になりました。100点です。エチオピアモカっていう名前の通りですが、コーヒーの香りがファッと香ってくる。ただスイートなだけじゃない、なんか今までともちょっと違うほろ苦さもあるような、非常に上質な大人のっていう感じが食べてしまいましたね、うん、すごく新しい感覚だなと思いましたし、コーヒーの香りがしまして、本当にこうちょっとまろやかで、ちょっとクリーミーな感じな、ほんのりこうちょっと甘くて、ちょっと鼻にこう香りが抜けていく感じっていうものがすごくしましたね。どうやったらあんなに色気を出せるのか、それはちょっと教えてほしいですね。普通にこうただ歩いてるだけでもちょっと色気が出てしまってるじゃないですか。髪の毛がこう歩いてる時にちょっとふさっと揺れる時あるじゃないですか。ああいう時とか
あとこうちょっとこうクッと髪の毛を自分で直した瞬間とか意外とボケます。智也さん普通に一緒にプライベートで一緒にいるときにちょっと僕が突っ込んだりとか僕をこうよくいじってくださるんですよ。で最初まあやっぱ僕ドラマで智也さんと出会ったんですけどドラマまあ撮影してるときとかやっぱりこうまだねあの先輩と後輩ですし僕もなんて言いますかそんなに仲良くはなかったと思うんですよ。なのでなんか徐々に仲良くなっていって智也さんのこうちょっとそういう僕をいじってくれたりするところはちょっと意外だなって思いました。僕の家で智也さんが一緒にご飯食べに智也さんがご飯智也さんとご飯を食べました。はい、ゲーム一緒にしたりとか豊洲に行きたいです。築地も豊洲もどっちもこう行って魚食べたことないんで東京生まれながらちょっと朝から行ってねお寿司食べたりできるみたいじゃないですか。安く、まあ、美味しくいいものが安くサンマとかあんのかな。やっぱ秋だからないね。あるない、どっちある、ない、知らないなんかでも、まあ、鮮度いいでしょうからね。あまり一般にはこう鮮度の問題で流通しないものってあるじゃないですか。そういうのがあったりするね。最近ちょっとあの秋と冬の変わり目っていうものが少しちょっとだけ短くなったじゃないですか。体であもう今日秋来たって思ってすぐ秋の服を着たいです。ファッションのこだわりは特にないんですけどこの間は秋を気づくのが遅くなったのでちゃんと秋をすぐ感じて秋の食べ物食べたりとかその秋を満喫したいなっていうのはありますね。突然ですが私からクイズです。今回の CM ではおじとおいっ子の休日を描いた内容となっておりますが最近の私は休日どんな風に過ごしているでしょうか。私のことよく知ってる宮瀬さんならご存知ですよね。本気で当てに行きたいんですよこれ。え、何個かダメですか。何個か2個ぐらいいいですか。ズルですけど。はい、最近の休日は、ま、そんなに外出てるな。はい、ゴルフに行ってるか僕と2人でゲームをしている。正解は主にストレッチマットの上にいるでした。すいません友達さん、さすがに分かんなかったです。僕も真似してみます。ブルボン一口ルマンドの新 CM に出演しております中村智也です。私が宮瀬くんに一口ルマンドの魅力を伝える様子を通して見ている皆さんにも一口ルマンドの魅力に改めて気づいていただけたら嬉しいです。ブルボン一口ルマンドの CM に初めて出演いたしました宮瀬隆美です。一口ルマンドを食べた時のザクザク感の驚きを表現できるように表情にこだわって撮影をしました。皆さんもぜひ一口ルマンドを食べてチョコとザクザククレープ生地の食感を体験してみてください。